ところですよね。こうなるとこうゴイジチュンリに誰が行くのかみたいなところは、まあ、そこももちろん、ね、考えてやると思うんで、はい、さあこのディビジョン F 開幕節、シエジ大阪からウリョウ、そしてバレルからマゴ、はい、開幕ステップから強気に攻めていくのは画面の右手、孫のジュリーダッシュ、これがやはりジュリーの起点です。ただ中継ダッシュ、これで1杯目いけるか、これですね、薬糖飲んでないと大荷災害症に対して対応が難しいと思うので、うん、逆転ガードしてる、まあ、攻撃しっかりしてる、ね、うん、これで2杯いってうまくチャージしていきます、はい、これ出なかった、着地は弱中でパニッシュカウンターを取ってコンボを伸ばしていきます。おー下がりきった、ドライブからな、これで3倍目、バブのみだから、無意中判定、ここ出し切ってしまうとかなりのマイナスがある、ここは押し毒対策してましたね、2発止めされても3発打たれても必ず反響入れておいた方がいいというですね。おー、そして暴れ読み勝っている、これは伸ばして SM で倒しきりか、いけそうですね、ギリギリいけそうですね、空発速もあったのでダメージを若干伸ばした、さあこのターゲットからの倒しきり、まずは孫がスタートを切ります。この開幕オーディーサイヤ賞はね、ジェイミーにとっては相当鬼門ですね、やはりレベルがないとちょっと対応しづらい、はい、まあ、無エッシュがないっていうのもね、あるので、打ちやすいでしょう、こうなればさあこれで2杯一気にいった、はい、薬刀のペースはかなりいい形になっていますね、ただそこからの孫の押し返しがうまい、一気に画面足、この SE ゲージ、あ、これダードの上からな、風水エンジン起動しました、リーバーサルで切り返していく、前に行く、中足、これガードしている、出し切れない、上、いや、ここまで強いが暴れている、さあこれでまたもやリーサルが見えている、もう一丁2回目、あーっとしっかり投げを入れておいた、投げ抜け、そして有料打撃タク、これはどうだ、リーサルで、あ、ないと伸ばしてリーサルだったが、ウエッシュ、もう一回振り込み投げ、うわ通している、ここはオーディウエッシュから倒し切りを選択、力ず月が再放、ゲージを放出して最終ラウンドへ、はい、やはり1杯以上飲んでいると無演習からリターンも取れますし、非常に強力なアダになってます、まあ、今年は SA2 を回したことによってこのラウンドも SA2 までは早そうです、ですね、逆に腕はゲージがゼロ、これをどう見るか、その分薬刀レベルは早めに上げたいところ、差し返す、うまい、よすぎ、腕かなり守り読み勝っている、読み勝った、しかもこのジェイミーはオーディ上級で通せればね、1杯飲めるんで、ただドライブゲージを前に行く、これバーンとしたくないという量、すぐらいで何とか耐えているが、ジャンプ強触って、うわ勝負のジャスパカリ、それでも孫、うまくドライブゲージを最後追い詰めた孫のこの場面の管理、見事です。全体序盤戦は雨量がちょっとこう押し返すんですけど、はい、ちょっと飲んだ後にむしろ孫がペース握るっていうのが続いてますね。うわー、そして開幕いい飛びを通したな孫、画面端の到達速度はあまりにも速い、ここは受け入れる、3投げ、これも1杯飲んでるかどうかでだいぶ変わる、ダッシュ伸ばして、もう一度投げは受け入れられるんですが、それでも厳しい状況、先ほどは勝負のジャスパリが見られている状況ではあるが、しかしドット、インパクトも受け止められない打力、これはどうだ、とりあえず1杯上、狙い無影襲のコマンドミスか、これで一気にマッチポイント、孫の仕上がりは絶好調からラッシュ伸ばして飲みレベルで1杯、うまい打ち返しような形になった、ドライブゲージが少ない2本未満、無料のジェイミー、とにかく長い技で触りに行く、そして中継に対しては下から、おーうまいな、サイドリブもしっかり、いやそうですね、これガードの上からでもよかったですからね、そして風水エンジンを起動したことによってコンボも伸びる、すごい、おお、そんなループが、着地攻め、やっぱり無料には SA ゲージあるものの厳しいこの画面し、対空はチリ点線に、よし、してる、おお、暴れてる、マジ、ただ、マグには十分な体力リソースがある、ただ、飛び危ないぞ、再発症で追いかけていく、対空点線に削り KO が見えている、さあ、マゴ、完璧にコントロールしました、これで第1ゲーム、マゴが見事制しました、マゴ側が本当に先手を取って、ずっとマゴのペースで、やっぱりこのジェイミー側としては、飲めずに。